できればみんなね監督コーチにいつもこう言われてこれやりなさいあれやりなさい、監督が何を言ってきてるのかを頭で理解して、同時になんでそれをピッチ上でやってるのか、なんでトレーニングでそれをやってるのかっていうのを考える癖をつけてくださいよ。いつもいつも昨日のミスは何で起きたのか、何で成功したのかっていうことを考える癖、プロになった選手はほとんどがボールを蹴っていることもそうだけど、サッカーのことをすごく考えている選手しかプロになれません。できたら今日みんなと一緒にやれたんで、将来ね J リーガーだとか日本代表だとか、この中の何人かの選手が本当にプロ契約してね、あるいは日本代表になって活躍してくれることを心から願っております。そして今日は JC のね、皆さんがこのサッカークリニックを運営にあたってだいぶサポートしていただきました。それぞれ今日は一緒にゴールを蹴ってくださったコーチの方々、子どもたちを引率してくれているコーチの方々、監督の方々ね、大変お世話になりました。この場をお借りしてお願い申し上げます。ありがとうございました。また会いましょう。2番目の好きが上1番でね。